こんにちは、岩田書店の岩田真です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で1万円選手をやっている岩田書店の中の人がお届けするラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞお楽しみください。ワクチン2回目終わりました。金曜日に、いや、問診の時にもさ、保健師さんとか看護師さんとか、あとお医者さんとかみんなに言われたんだけど、1回目熱出たの？そんなみんな熱出ないんだけどねって言われて、じゃあ2回目結構覚悟してねっていう脅されて帰ってきたんですけど、あとね、看護師さんには、じゃあ次はバージョンアップするねって言われて、あ、私マイクラだったんだとか思いながら帰ってきたんですけど、バージョンアップしました。いやー、なんか普通に土曜の、金曜か、その日の晩から熱出て、24時間ずっと7度台以上続いて、まだ次の日も出るでしょ。日曜日の夜も出たし、だから本日今月曜日なんですけど、いやー、今日出るかな熱。夜にやっぱちょっと熱上がる傾向にあるかなとは思うんですよね。だから状況で言えば、あの風邪の治りかけみたいな、なんか風邪治る時ってさ、こう薬飲んで、で昼間は割と元気なんだけど、夜になると、やっぱまたなんか調子悪いわみたいな繰り返すことってあるんだけど、その感じにちょっと近いのかなと思って。やっぱね、で7度台続くと体力がちょっとやっぱ持ってかれるね、というちょっと報告でした。まあでもイブ飲んで我慢する、我慢っていうか、イブ飲んで、アクエリ飲んで、でアクエリアス、私アクエリ派なんですけど、今回教えてもらったのがだからのグリーンだから、グリーンだからちゃん、あれ結構いいね。甘さもちょっとこう穏やかというか、グリーンだから今度から買おうかな。しかも 600ml 入ってるっていうね、あれが良いなって思いました。あとなんか妙にね、甘い飲み物を飲むせいかポテチ食べたかったでポテチ食べたいなと思って、自分でさ、こうセブンイレブンがすぐそばにあるので、自分の足でね、グリーンだからとポテチ買おうと思って行ってきたんですよ。そしたらさ、買ってきたポテチ全部子供たちに食べられてさマジかよと思っていや、いいんですけどね、いや、そんな感じで過ごしておりました。で今回ね、私は先に気づいたんですけど、108回目なんですよ。108ってことは、あれ煩悩の数だからさ、煩悩の話していいかなと思ったんだけど、でもそれより前にあのお知らせがあるので、それを先にしたいなと思います。北海道の雑誌で、あの HO って大文字で書いて、ホっていう雑誌があるんですよ。そういう情報誌っていうか、あの、まあ、旅行っていうか、まあ、いろんなね、おしゃれなの、すごい素敵な雑誌があって、ブラントマガジン社っていうとこから出てるんですけど、そこのホに来月号、もうすぐです、取り上げられていただ、取り上げていただくことになりました。空知石狩特集っていうのがね、まあ、毎年いろんなその地域の特集してくれるんですけど、今回その中でなんかテーマが頑張ってる本屋さん、頑張ってる小さい本屋さんみたいな、そういうので、ハンドクリームのことを主に取り上げていただけるということでね、取材が終わりました。結構あっさり終わって、あ、ざすっていう感じ。どんな風に乗るかね、社長と一緒に写真撮ってもらったんで、なんか不細工なもうやだ、私もう本当写真さ、私自分がね、裏方気質って本当に分かってて、もうだから、だけどそういう取材とか受けると、写真を撮るっていうのはもうね、あのつきものだから、仕方ない、苦行と思ってね、こう修行だなと思って、みそぎと思って受けてるんですけど、本当はすごい嫌なの嫌なんだけど、まあ、しゃあねえなっていうところの笑顔が乗ってると思いますそんな感じ。あとはね、もうね、徐々に来年の手帳が入ってきました。はまだじわじわだからね、まだ揃ってません。なので、まあ、10月になったらもういろいろね、各社揃ってきていいんじゃないかなと思います。あとね、すごいいい話っていうか、虹色図書館、私が推してるそのハンドクリームでコラボさせていただいた虹色図書館シリーズの第3弾がね、一応11月に発売予定ということで、それのゲラをね、いただいたので読みました。いやもうどんどん良くなる何ちょい切れなのどんどん良くなるって言って、2回目読んだ時もさ、うわーってなったけど、いや3回目読んだらさ、もう、うわーの上塗り本当私こういうの下手くそで、内容に言及しないで説明するのも下手くそなんで、あ、もうぜひね、あのまだ全然追いつけるね、1回目ね、蛇男でしょ、ね、2回目がひなとゆん、口回ってないわ、それをね、1、2を読んで、で3を読んでいただきたい。もうなんかね、
うわーってなるからあと今回新キャラが出てきまして、新キャラね、これ絶対私の好きなタイプだよねと思って、そこも最後の最後でさ、ふわーってなってさ、ちょっとトリオ先生と私のことどうしてくれんのっていうさ、勝手に自分へのメッセージだと思ってる部分がいっぱい出てきたので、あ、私のために書いてくれたんだっていう曲解をしながら読み終わりましたキモそんな感じ。あと今月はね、今月9月ですよね、9月の一番最後の日は、棚卸しがあります。でそれ終わった次の瞬間に、1万円選手の募集、10月1日から7日まであるので、またねちょっといろいろやっていきたいなと思います。そんな感じでね、一気にお知らせなどしましたが、ああそう、お知らせといえばさ、もういいよね、108回だから煩悩の話してね、まあ、煩悩の話っていうか私にしたらもう呪術廻戦のナナミの話なんですけど、ナナミケントさんのフィギュアを手に入れることができました。まだ1体だけど、あと2体欲しい、うん、っていう話、リペイントしたいんですよね。そういう技術があるかは別として、今まででも数々のさ、戦艦とか銀影の艦隊とかを作ってきた私なので、やればできんじゃないかって思い込みでやって、多分いつも失敗するんですけど、それでもやりたい、色を塗りたいんです好きにしろっていう声が聞こえてきますけれどもね。そうなんですよ、今月はさ、15日あたりにローソンでなんかキャンペーンが始まるのと、いやもうそれも買いに行かなきゃいけないと思ってるの。15、16かな、なんかね15日ぐらいから始まって北海道の入荷が16っていう話もあるので、もうね忙しいんですよ。あとそのあたりに一番くじもさ、フィギュアあるのよ。それはでもナナミのフィギュアないんだけど、なくてもやらざるを得ないっていうかなんならほら呪術に関してはもうほぼ箱押しと言ってもいいね、そのメンバー全員が好きみたいな感じなので、いやーちょっとさ病んでるのよ。いいのいいの、大丈夫、呪われてるからこんな楽しそうな私を見てね、それを応援してくれる家族っていうのが非常にありがたいというね。あのテレビとかでさ、あと YouTube とかでもさ、ちょっとちらとでもナナミが映ると、あ、ママナナミ出てるよみたいな、ナナミいるよみたいな教えてくれるからね教育が行き届いてるからそんな感じでしょうもない人の親です、これでもね、恐ろしいね。だからみんなに勇気を持ってほしい、あんなんでも人の親だし社会人だしお金稼いで生きてるっていうところを心に思っていただければ、みんなも、あ、自分大丈夫だなって絶対思えるはずなんで、そういうポジションを目指して生きてるのであります。みんなにね安心してもらうために生きてる、そんな感じ。そういうなんていうかポジションでいたいね、もしくはあの女子のスパダリとして私は生きていきたいね、大丈夫だよって言ってあげたい、全女子に、まあ、男子でもいいけどさ大丈夫だよってみんなに言ってあげたい。もう本当、もうマジでね、あの生きて本当に普通に生活してるだけで100点だから、でそれプラス他に何かしたいなって気持ちがあるとかで、自分はもっとこうなりたいとか、そんなこと考えてるなんてもうね本当に素晴らしいよ。そう、向上心ありすぎだから、ね、でそれに対して、いやでもね他の人はこうしててできてないとかみんな思うんですよ。 SNS 見るとさ、みんなキラキラしいからさ余計に思うの。だけどあのみんなね、そんな自分のクソみたいなとこ載せないからね脱ぎっぱなしの服だとかね、洗ってない食器とかそういうのは載せないから溜まったほこりとかはね、だからね大丈夫、本当に全員に大丈夫って私は言ってあげたい、ね、あの大丈夫だからね、本当にそういう優しい世界線で生きていきたいなと思っております。ということでね、まあ、興奮してまた熱が上がらないように気をつけたいんですけれども、私が興奮しないで生きていくのは無理なので上がったとしても大丈夫です、薬飲んで寝ればいいんでね。いやーでもほんとこれがさ1週間ぐらい続いたら相当きついなと思って、うん、思ってんですよ、思ってはいるけどさ、副反応だからしょうがないよね。絶対ね、あのこんなレベルだったら私我慢できるから、ほんとあのかかるっていうことはこれの何百枚も辛いので、ね、インフルエンザの時も思ったの、本当に辛かった。だからインフルエンザなんか日じゃないぐらい辛いってあの先生言ってたんで、実際かかった人がね言ってたので、あのマジで本当にね、ちょっといまだにワクチン打ったとこ痛いし暑いしみたいなあるけども頑張っていきたいなと思います。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。
美しい世界回りくり